キャサリン・マクナリーは、アメリカ合衆国、オハイオ州シンシナティ出身の女子プロテニス選手。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。これまでに WTA ツアーでダブルス2勝を挙げている。2001年に、オハイオ州シンシナティで生まれた。母親のリンレイ・バース・マクナリーは、かつて世界ランキング250位に入る、プロテニス選手だった。 父親のジョン・マクナリーも有望なジュニアテニス選手だった。ウィンブルドン選手権のジュニア女子ダブルスで、2016年、2017年、2018年の3年連続で、準優勝を経験している。2018年の全仏オープンジュニア女子ダブルスに、イガ・シフィオンテクと組んで出場し、ジュニアグランドスラム初タイトルを獲得した。コリガウフと組んで出場した。 同年の全米オープンジュニア女子ダブルスでも優勝した。ジュニアフェドカップのアメリカ代表メンバーに選出され、優勝に貢献した。2017年ウエスタンサザンオープンのダブルスでプロデビュー。2月に ITF 女子サーキットのダウテニスクラシックで優勝。ウィンブルドン選手権でグランドスラム初の本戦入りを果たした。シティオープンの1回戦でジュリンを破り、 WTA ツアー初白星を挙げた。そのままベスト4入りした。ダブルスは2018年全米オープンジュニアで優勝した時のパートナーであるコリガウフトペアを組み出場。勝ち進み、決勝ではファニー、ストラー、マリアサンチェス組を6から2、6から2で下して WTA 初優勝を飾った。全米オープンにワイルドカードで出場し、1回戦に勝利して、 グランドスラム初種類星を挙げた。2回戦でセリーナ・ウィリアムズに逆転負けを喫した。10月の BGL ルクセンブルクオープンでダブルス2勝目を挙げた。初出場の2020年全豪オープンは2回戦で敗れた。ダブルスではベスト8に進出した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。